はい、こちらが気象庁のホームページになりますね。少し前にリニューアルされまして、防災情報に関しては一つのページに全ての項目がまとまったので分かりやすくなりました。ただね、この各種データ資料に関しては相変わらず階層が深いままなので、これは初めて見る方にとってはちょっと敷居が高いかなという印象なんですよね。ではこちらをクリックしていきましょう。下の方にスクロールしていくと文字の情報がずらっと並んでいます。こちらの左端にある気象のカテゴリーの中から真ん中あたりにある竜巻等の突風データベース、こちらをクリックします。そしてまた下の方にスクロールしていくと突風分布図という項目があります。こちらの左側にある現象別から関東甲信を選んでクリックします。はい、こちらの白地図が突風分布図になりますね。1991年から2019年まで竜巻、ダウンバースト、ガストフロントなどの分布図ですというふうに書かれています。などっていうのがね、ミソですよね。なんでなどっていうかっていうと、これ現象の特定に至らなかったものがあるので、それでなどっていうふうに書かれてるんですよね。こうしてみるとね、やはり関東地方は非常に竜巻やね、ダウンバーストガストフロント発生が多いですよね。この赤い点は竜巻、青い点がダウンバーストガストフロント、グレーの点は現象の特定に至らなかった事例ですよね。山岳部を除いて平野部のほぼ全域で発生している印象がありますよね。特にやはりね、この群馬県南部、埼玉県北部、栃木県南部、この辺りは集中的に発生していますよね。やはり雷が多いエリアでは突風の発生も多いということでしょうね。ではこちらから下の方に行って現象別の発生分布図を見てみましょう。こちらは赤い点だけ竜巻ですよね。やはり竜巻もね、この平野部全域で発生している感じですよね。特に多いのが、これは意外とね、神奈川県とか千葉県の沿岸部で結構多く発生してますよね。まあもちろん内陸でも発生してるんですけども、これはね、南関東の方が北関東の内陸よりも台風とかね、あと低気圧前線の影響を受けやすいという、そういうのが多分影響してるんだと思いますよね。ではこちらからさらに下の方にスクロールしてダウンバーストガストフロント、こちらの分布図ですね。こちらはね、あれって思いますよね。竜巻が関東平野全域に広がっていたのに対して割と北関東の内陸に集中してますよね。これはやはりね、北関東の内陸で熱雷の発生が多いということなんですよね。まあもちろんね、南関東でもダウンバーストガストフロントの発生というのはあるんですけども、どちらかというとね、やはり内陸部の方が発生は多いように思います。この辺りはね、はっきりと分かれましたよね。やはり北関東はね、この位置ですと上毛三山の辺りで発生した雷雲がちょうど西から東に進んでいくような、そのルートに当たる部分で多く発生していますよね。なるほどって感じですね、これはね。はい。